宮崎神宮駅は、宮崎県宮崎市花毛島町にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官工度は94万503。宮崎大宮高校、宮崎東高校の最寄り駅であり、通学の便宜を図るため早朝及び夕方に、特急、日輪4.15号、日向15号が停車する。島式ホーム一面二線と留置線二線を有する。 地上駅で留置線は海側に設置されており、宮崎駅発着の列車が折り返し整備を行うために使用されている。古戦橋はなく、一番線のレールを構内踏切で越える。下り方で線路が合流すると間もなく高架線が立ち上がっていき、宮崎駅を過ぎて、大淀川手前まで高架が続く。1925年に竣工した二代目駅舎は、 宮崎神宮を模した木造建築で赤の同伴屋根と主に塗られた柱などの神宮との調和が考慮されたデザインだった。この風情ある駅舎は2007年2月末より解体工事が開始され3月上旬には完了。跡地には鳥居を模した駅名表示板と自転車置き場が設置され待合室と自動券売機がホーム上屋に設置された。無人駅だが 自動券売機が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。守護課の販売、及びチャージの取扱いは行っていない。一番線を主本線とする一線する配線。対比列車は上下とも二番線に入り、双方が停車する場合は、上り列車が一番、下り列車が二番に入る。駅前後の線形が良好で、 通過する特急列車はいずれも高速で進入してくるため注意が必要。2019年度の1日平均乗車人員は530人である。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。ありがとうございます。